今回は今映ってるですね、こちらのマンカラウボンの植え替えをしていきたいと思います。これめちゃめちゃね、ハスモンヨトウに食べられてますね。ハスモンヨトウがどんな虫かちょっと気になる方はね、ぜひそちらの動画も作ってありますので、ぜひね、そちらご覧になってみてください。今見てわかるようにね、もうこのビオトープが完全にスイレンの葉っぱで埋め尽くされてしまって、もう多分ね、限界パンパンなんですよね。ちょっと水面も全然見えないですし、多分ねかなり成長もしていると思うので、ちょっとね今回は植え替えをしていこうと思います。こんな感じでまずはね株を取り除きました。植え替えといってもね、普通スイレンって春先とかに植え替えるイメージなんですけど、実はね秋くらいにも植え替えすることが可能でして、可能でしてっていうか、自分今年が初めてなんですけど、秋に植え替えるのが、去年ね秋に植え付けた株、ヤフオクで購入した株も根付きましたし、秋にやっても大丈夫だなっていうのが多分分かったんで、こんな感じでこれもハスモンヨトウ、ハスモンヨトウがねこんな感じでねつぼみもね食べちゃうんですよ。わかります？これ見事にこんな感じで奥に、つぼみの奥に侵入して、つぼみの中を食い散らかしちゃうんですよね。ほんと厄介ですよね。つぼみまであんな感じでダメにしちゃいます。でちょっと話がそれましたけど、秋にもね植え替えができるっていうことで、今回ねスイレンの秋植え替えですねをやっていこうと思います。さらにね今回はですね秋植え替えということとスライド植え替えという植え替えを今回はやっていこうと思います。普通はね、ひっくり返して、全部ね根っことか取って植え替えたりするのが一般的なやり方なんですけど、今回はねちょっとお手軽に簡単に植え替えができるスライド式植え替え法っていうのをやってみたいと思います。でこちらがねメインの大きい株なんですけど、これもハスモンヨトウにめちゃめちゃ食べられてますね。こんな感じでね、まずはいらない葉っぱとかを切っちゃって。もう多分ねこれが成長の先端なんですね。もうほとんどプランターの壁にぶち当たるぐらいまで結構成長してるのが分かりますよね。もうちょっといくともうプランターの壁に当たっちゃって、これ以上成長できなくなってしまうと思います。さっきね前半に映ってたのは小株だとまだねこんな感じで余地があるじゃないですか、先端に。なのでこっちはねまだ大丈夫だと思うんですよ。結構パンパンなんでこっちも植え替えた方がいいと思うんですけど、でもまだ大丈夫ってことで、今回こっちのちっちゃい小株の方は植え替えません。で今回先ほども言ってたスライド式っていうちょっとお手軽なね植え替え方でやっていこうと思います。こんな感じでねプランターに植え付けてある方は簡単ですので、是非ね試してみてもらいたいと思います。とても簡単にできます。こんな感じで、まだつぼみもあります。これが成長点ですね。こっちに成長して、さっき映ってたのが脇芽ですね。こっちとかに多分脇芽が、こっちも右側にあるのと手前側にあるのが脇芽ですね。多分そこからスタートしてここまで成長したんですね。すごいですね。このプランター端から端まで多分60センチぐらいあるかな。なんで50センチぐらいはマンカルボンが成長してますね。これが脇芽ですね。ここからビューってここまで来て、でプランターの先端がもうあそこなんで、もうこんだけしかない。成長するスペースがそんだけしかないので、来年の春でもいいと思うんですけど、この辺で、カットします。まずちょっとね、来年の春だと植え替えるのがいっぱいあるんで、今回秋やっちゃおうってことで、切っちゃおうと思います。こんな感じでここら辺でまずはハサミとかで株をぶった切っちゃいます。土ごとで、今矢印の方向にスライドさせていきます。切った、後ろの方の株は引っこ抜いちゃって、先端のね成長点だけを、奥にスライドします。こんな感じでまずハサミを使って、このさっき、手で示したところですね、ここをまずちょん切っちゃいます。ちょん切るポイントとしては、成長点を、成長点から根元までだいたい15センチぐらい、10センチ15センチぐらいは残したいですよね。このぐらいですよね。とあとは、後ろに、株分けする小株を残したいので、要するに1個の株だけにしたいので、この成長点の立派な株だけを15センチか20センチ、15センチあれば十分だと思うんですけど、15センチぐらい残して、あと後ろはもう切り落としちゃうってイメージですね。こんな感じで土ごとハサミでバッサバッサ切っていくんですけど、これがなかなかね硬いですね。簡単って言いましたけどね、ここがね一番ちょっと大変かもしれないです。この土ごとね、株ですね、株と根っこをぶち切っていきますね。ここがねちょっとなかなか大変かもしれないです。こんな感じでもうハサミを土の中に刺しながら、こんな感じで根っこと株を切ってきます。株がね結構でかいんでね、なかなか大変です。でもう栄養をね分散させないために残す株は親株1個にして、子株たちはもう全部ね、まあ株分けしちゃう感じですね。この今取り出そうとしてる後ろの株がもういらない株ですね。いらない株っていうか、まあ小株になりますね。こちらの株はまあ除去して先端の成長する株だけを残すっていうイメージですね。なのでもうほんとね、これをただね、あと切れたら後ろの株を取っ払うだけです。これちょっとね携帯持ちながらやってるんでちょっとなかなか大変なんですけど、実際はねもっとスポッと抜けます。ちょっとね片手では無理だったんで、両手でこんな感じで後ろの切った方を引っこ抜いていきます。これねかなりね根っこがパンパンになってたのと、脇芽がね多分かなり横の鉢を圧迫したのでなかなか取れないですけど、まあ、根っこはねもう張り巡らされてると結構簡単に鉢に沿って、生えてるので、こんな感じでまあ切りながらですねやれば一気に取れると思います。ちょっと分かりづらいかもですが、こんな感じで引っこ抜けましたね。無事にちょっとね土が崩れてしまったんですけど、そして引っこ抜くとこんな感じでね、後ろ半分こんな感じで抜けました。そうするとこっち脇芽がありますね。これが脇芽ですね。でこっちも脇芽がありますね。もうこっちはつぼみも出てますね。脇芽からがっつりで、こんな感じで後ろにスペース、こっちが成長点ですね。こっちが親株の成長点。これもねハスモイオトに食べられてますね。つぼみがすごいですよね。こんな感じで侵入してつぼみの中で花を食い散らかすって感じですかね。もう多分こいつはダメですね。ハスモヨトに完全に食われちゃってるのでダメだと思います。そうしましたらこの親株をですね取り除いて、空いたスペースにこんな感じで押し込みます。押し込みますっていうか、まあスライドする感じですね。こんな感じでどんどんスライドしていってあげます。成長点の方は開けてあげるイメージですね。そうするとですね、こんな感じでこっちにね成長する方にスペースが生まれますよね。でこんな感じで、まあ、ちょっとね土を崩して、多分前の動画でも説明したと思うんですけど、スイレンは成長点が出てる方が花つきがいいので、こんな感じでちょっと水をかけたり土を崩したりしてあげて、成長点を出してあげます。こんな感じでちょっと出てきましたよね。こちらが成長点です。こんな感じで成長点をちょっと出してあげます。これですね、ちょっと崩しつつね。なんでまあこんな感じでね簡単に植え替えができます。こんな感じで後ろにスライドして、まあ成長点をどんどん出してあげて、そのね先端の方の空いたスペースにまた土を入れてあげるって感じですね、イメージ的には。こんな感じでね、まあ、根っこもね結構ある程度残して、土を掘り起こさないとねがっつりもう全部根っこを切って植え替えちゃう春の植え替えよりはダメージが少なくて済むかなって感じですね。こんな感じで成長する方にだいぶスペース空きましたよね。これでどうですか、分かりますか。成長する方にこんなにスペースが空いたので、でこのね空いたスペースの土が全くなくなってしまったので、ここにね新しく土を入れて、また植え付けてあげるっていうイメージですね。まあ、植え付けてあげるっていうか、まあ、空いたところにただ土入れるだけですね。こんな感じでね、まあ、初期の頃と同じように、まあ、培養土ですね。まあ、これはねもうこの時期だとねあんまもう成長しないので肥料分はほぼいらないですね。なんで肥料とかは入れずに、ほんのちょこっとだけ、まあ自分は、まあ、マンカル分はね結構遅くまで咲くんで、ちょこっと培養土を入れて、あとはまあ芝の芽土ですね。まあ一応ねマンカル分は多分ギリギリね9月今の時期に植え替えれば多分10月か11月頭ぐらいまでは咲いてくれると思うので、ほんのちょっとだけね化成肥料2粒ぐらいを入れました。まあこれはね化成肥料多分ね入れなくてもいいとも思います。マンカルーボンだったので入れただけで、他のスイレンだったらね多分もう入れないですね。温帯スイレンだったら肥料はなしでもいいです。培養土もねほぼ少なめでいいと思います。あとはこんな感じで、まあ、いつも使ってる芝の芽土、まあ赤玉土の小粒ですね。その辺をいつも通り入れてあげればいいだけです。まあね、我が家ではねこの赤玉土のさらに細かい芝の芽土っていうのを使ってるんですけど、ない方は、普通の赤玉土の小粒とかでも全然大丈夫です。まあ、今ねちょっと赤玉土ね芝の芽土がねちょっとしかなかったので、プラスでねこっからまた入れていきます。そうしましたら表面はこの赤玉土の小粒ですね。芝の芽土だとねどうしても細かいので落ちてしまったり、あれですね、舞い上がってしまったりするので、表面とか上の方は赤玉土の小粒を、入れて植え付けていきます。でこちらね、植え付ける時のポイントなんですけど、一番初めのね春とかに上げてる植え付けの動画と同じようにできるだけね成長点は埋めずに、植え付けてあげます。なのであまり土をね入れすぎないように気をつけて入れていきます。だいたい適当でいいですけどね結構ね自分は適当なんでざっくりこんな感じで入れて、あとは先ほどから言ってる成長点を出してあげるってことぐらいですかね、気をつける点としては。それだけなんでね結構簡単じゃないですか。これがっつり全部植え替えるよりはだいぶ楽だと思います。ほんと簡単に株を半分っていうか親株を15センチぐらい残して切って、で切った後ろの方の小株とか古い株を取り除いたらそのまま後ろにスライドする。で前の空いたスペースに土をまた入れ直すっていうだけでもう植え替えが終了するので、もう全部ね取っ替えちゃうよりは、だいぶ楽ですし、スイレンのね根っこもね普通のがっつり全部植え替えで全部切り落としちゃうよりは、ダメージが防げるかなって感じですね。なのでこのつぼみももしかしたら咲いてくれるかもって感じですね。やっぱりねダメージはね多少なりとも絶対にあるにはあるんで、ちょっと咲いてくれるかは分かんないですね。でこんな感じで、スライドするとぴったりはねどうしても収まらないので、多少ねこの空いた隙間ができると思うので、そこにもね新しい土を詰めてあげて、ちゃんと、根っこ全体、株全体がね埋まってあげるように調節してあげます。であとは慣らしてあげて、こんな感じで完成です。どうですか、簡単じゃないですか結構。でこっちにまた成長できるスペースを与えてあげて、成長できるようにしてあげるって感じですね。これでもう来年の春は植え替えなくて済むので、楽ちんです。こっちの小株はめんどくさいし、まだ成長スペースがあるのでやめました。ただ根っこパンパンなんでね植え替えた方がいいかもしれないですね。こっちのね小株もちょっと表面に赤玉土を引いてあげました。でこちらが株分けした小株たちですね。これもね植えといてあげれば全然大丈夫だと思います。今の時期に植え付けてあげれば来年の春、また新芽が出てくると思います。ではこちらの小株の方はねどんなもんかちょっとシャワーで洗い流して、土をね落としてって、でその株を近日中に植え付けていこうと思います。これで多分2株3株ぐらいかな、3、4株にはなったと思います。これはね多分初期の頃に上げてるスイレンの植え替え動画を見ていただければ分かると思います。株分けの仕方ですね。こんな感じで、水ホースで水流で洗い流して土を落として株分けしていくのが一番楽ちんだと思います。ここからねちょっと泥を落としていくだけなので、ちょっとスピードアップして早送りで見ていきましょう。こんな感じでね、水流のジェットとかでやれば簡単に落ちますので、一番おすすめですね。楽ちんで、土が落とせてきれいになります。そしたらこんな感じで、これが元の株ですね。こんな感じでどんどん成長していったなと思います。でここが多分切ったとこですね、切り口ですね。ここが結構立派ですよね。やっぱ元の株からだいぶ成長してますよね。で脇芽がこっちとこっちに2株ぐらいですかねできてますね。手前にここにもう1個ありますね。3株ですかね。こことそことそこ3株ぐらいかな。でこんな感じでねもう結構ね立派な株になってるので、この元の株がこうやってぐりぐりやると簡単にポキって取れますんで、これで1個目株分け1株。これはウォーターポピーなんで無視ですでこちらも大きめの株2株ですね。2株でかいですね。つぼみ付きの立派な株ですね。つぼみもついてます。2株でもう1個はちょっとちっちゃめの株ですね。こちらも取れますね簡単に。こちらで3株まあ、こんな感じでね、まあ、使えそうな3株ですね。来年には多分もうすでにつぼみあるんで、まあ、来年にはかなり立派な株になってくれて、お花もいっぱい咲かせてくれると思います。でこっちにねもう一株ありましたね。ちっちゃいですけどこんな感じでもう一株、4株目ですね。芽がありますね。多分植えつければ全然出てくると思います。これで4株目、1234株で、こっちのねもう取っちゃった元株、多分こっからはねもう出てこないと思うんですよね。結構でかいですよね。これはね多分もうダメだと思うんで、こちらは処分ですね。こんな感じで株分けして、でこれをまた植え付けてあげれば来年にはまた花が咲いてくれると思います。で植え付けて沈めたらこんな感じですね。先ほどのスライド式の方の株はこんな感じでね、だいぶスペースが空いて見栄えも良くなりましたね。これで来年の春は植え替えせずに早いスタートダッシュを切れると思います。結構ね早い段階で成長してくれると思います。春でね植え替えしない分、まあ、春のねスタートダッシュは切れるはずです。まあ、今年ね自分も初めてなので、来年の春、ぜひ楽しみにしててください。このマンカルボンがどんなスタートダッシュを切るか、ぜひねお楽しみにしててください。本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。よろしければグッドボタンやチャンネル登録の方をお願いします。だいぶねさっぱりしましたよね。ではまた。